皆さんこんにちは、ケア教です。本日は上司の操り方をご紹介していきます。ケア教の LINE で聞くお悩みの中でもかなり多いのが上司とのトラブル。上司によって職場は変わるとはよく言ったものです。今回はどんなトラブルが多いのか、そしてどうすれば上司を操ることができるのかを解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。ケア教では介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信しています。よかったらチャンネル登録お願いいたします。また個別のご相談も受け付けてますので、何かあれば概要欄の LINE まで気軽にお問い合わせください。それでは上司の操り方見ていきましょう。職場で頼りになるはずの上司、いい上司に巡り合うことができれば仕事にやりがいを持って楽しく安心して取り組むことができます。しかし残念なことにそういう上司ばかりではないというのが現状です。まずは介護現場でありがちな上司とのトラブルを見てみましょう。まず一つ目のトラブルあるあるは、叱責されたり注意されることが多いです。自分に何かダメな点があるのなら叱られてしまっても仕方のないことです。介護の仕事は命に関わる側面もあり、しっかりと業務を行う必要があるためです。問題は指導を超えたレベルのものです。例えば理由もなく怒られる、他の職員は注意されないのに自分だけ注意をされる、利用者の前で怒鳴る、暴言を吐くといったことです。残念ながらこのようなことはたびたび耳にしています。2つ目のトラブルあるあるは、ちゃんと指導してくれないです。介護の仕事を始めたばかりの人や転職をしてきた人には指導が必要です。わからないことがある、その施設特有のルールがあるといったことがあるはずです。そんな時頼りたいのが上司ですが、しっかりと指導してくれないことがあるようです。例えば質問をしようとすると逃げられる、質問をしても曖昧に返事をするだけ、説明が分かりにくく理解ができないといったことです。これでは納得いかないまま仕事をするほかありません。3つ目のトラブルあるあるは、無視、仲間外れにされるです。これは非常に辛いものです。職員全員が参加する飲み会に自分だけ呼ばれない、仕事上必要な情報を教えてくれないといったものまで耳にします。好き嫌いで判断することでこのようなことが起きるようです。これではチームで介護をするという以前に満足に仕事ができないものです。こういった上司とのトラブルですが、どのように対処すればいいのでしょうか。すでにそのような被害に遭っている場合は、解決することはなかなか簡単ではありません。すでに被害に遭っている場合は、自分の実力を認めさせる、上司の上司に相談をする、パワハラなら相談機関に連絡をする、まだ被害に遭っていない、少しだけ被害に遭っているという場合は自衛が重要になってきます。そんな時の解決方法として、4つの上司の操り方をご紹介していきます。基本方針としては、上司の気分を良くさせるです。気分が良ければ相手はイエスと言いやすくなり、コントロールしやすくなります。心地よい職場生活を送るためにも、相手を喜ばせるテクニックを知っておきましょう。一つ目のテクニックは、開放性の法則です。これは人は胸襟を開いて自分のプライベートな部分を見せると、相手は好感を持ちやすいという心理のことです。例えば口うるさい上司が、実は家では娘を溺愛していたなんてことがあると、見る目が少し変わってきますよね。家族構成、出身地、趣味等、自分の内面を伝えることで相手との距離を縮めることができます。もちろん言い過ぎには注意が必要ですが、会話の糸口にもなりますので、自分から積極的に開示をしていくと良いでしょう。2つ目のテクニックは、偏方性の原理です。人間は人に何かをされたら思わずお返ししたくなるという性質があります。これは何かをしてもらいっぱなしではモラルに反する、お返しをしないと気分が悪いといったような社会的なモラルや人間の感情に訴えかける法則です。例えば皆さんはコンビニのトイレを借りた時に、何か買わないといけないなと言ってガムを買ったりしたことはありませんか。それは偏方性の原理が働いた証拠です。これを人間関係でも使うと、相手を無限にできないなと思わせることができます。上司に入職時にしっかりと挨拶をする、差し入れをするといったことで、優しくしないといけないな、多めに見ないとなと考えさせることができます。しかし無理をして好意を伝え続けても損をするので、自分を偽らない範囲で行いましょう。3つ目のテクニックは、類似性の法則です。人は自分と似た性質を持つ相手に対して好感を持ちやすいという心理があります。自分がアイドルを好きだとしたら、アイドル好きな人がいたらつい話しかけたくなってしまいますよね。この法則をうまく利用するといいです。例えば飲み会があった時や休憩時間に、
ふと上司が話した好きなことを少し勉強してみて、自分も実は好きなんですと話すと、上司はお、気が合うなと親しみを感じてくれます。もちろん全く知らないのに好きというと、嘘ついたとして嫌われてしまうこともあります。この点は注意が必要です。最後のテクニックは罪悪フレーミングです。これは2010年にアメリカのノースウェスタン大学がアメリカの大企業50社に勤める340人のマネージャーを対象に行った調査で判明をした。おだてているように思われないで上司の気分を良くする手段です。おだてているなと感じてしまうと、人間は警戒をしてしまうものですし、周囲からも反感が生まれてしまい、人間関係が悪くなってしまいます。方法としては、自分が言うことが失礼であるかのような言葉を頭につけて褒めるというものです。例えば、自分が言うとおこがましいかもしれませんが、説明お上手ですね、こんなこと言われると恥ずかしいかもしれないですが、私服おしゃれですよね、といったものです。前半の枕言葉なしで上司を褒めるだけだと、あ、ごまをすってるなと感じてしまいますよね。しかし、このように本題の前に枕言葉をつけることで、嫌なことを言われるのではと思わせることができます。この状態でポジティブなことを言われると、相手の印象がかなり良くなります。注意点としては、失礼なことを言うと見せかけ、本当に失礼なことを言ってはいけません。これでは相手の気分を害してしまいます。このような言い方はストレートに言うよりも、さらに相手からの印象が悪くなるということが分かっています。気をつけていきましょう。今回は上司の操り方に関してご紹介をしました。今回のテクニックを使うことで、少しでも過ごしやすい職場環境になれば嬉しいです。人間関係やお仕事でのお困りごとなど、何かご相談あれば LINE までお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいね、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で、さよなら。